はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、では前回の続きからやっていきたいと思います。まあこのままガイアメモリーを探しに軍港東の、奥へ進んでいくという流れだったので、このまま進んでいきましょう。もうこの奥ですね。ここから新しいルートになってます。おーっとっとっと、なんか回転しすぎた。このアッチペッチのチップはまだ手に入れてないんですよね。どれだ、これか。ん、どっちだ、またこの扉地獄か。ジベッチコーマゾリアツパターンですね。このパターンはもうなんかすぐ倒せるから楽ですね。あれ、一旦で倒せなかったさっきなんで一旦で倒せたんだ。お、あっちベッチ手に入れた。どっちだ、アイスエイジローパント。多分初めてじゃないですか。出てきたかな、あんまり見覚えがないです。なに、倒せなかったか。よし、仮面ライダーダブルがレベルアップ。ん、ここは広場っぽい。ちょっと回復をしておきますか。ヒールレインよし、ゴー。ギャー、ゲドルリドルだ。見つけたぞヒーローども見つけたっていうか、こっちから来たんだけどねゲドルリドル、くっ、こいつは下手に攻撃をかければエネルギーを吸い取られちまう。どうした、来ないならこちらから行くぞ。ギュアー、う、なんだこのパワーは、桁違いに強くなっている。おい、あれを見ろ、あれはクライシス要塞懐かしい、クライシス要塞。まさかクライシス要塞からエネルギーを受けているのか。その通り、俺はクライシス要塞のエネルギーを自らの力としているのだ。俺と戦うことはすなわちクライシス要塞を相手にするということだ。なんだって、ぐはは、死ねえ、く、ぎゃー、うわ、ぐはは、クライシス要塞のエネルギーは底なしだぜ。そうなの、クライシス要塞のエネルギー切れちゃわないの。あれ生贄だ、きゃーはは。エドリアン、何をしておる。あ、生贄にされてんじゃないの。クライシス要塞のエネルギーでゲドルリドルにヒーローどもを倒させ、皇帝陛下に直接認めてもらうんだ。そして裏切り者のお前らを処刑してやる。なんだと、まさか自分の体をクライシス要塞の動力炉に直結し、エネルギーをゲドルリドルに送っているのか。ギャーハハー、その通りだ。バカな真似をやめろゲドリアン。お前、一歩でも近づけばエネルギーを逆流させクライシス要塞を爆発させるぞ。やめないか、エネルギーに耐えきれず体がバラバラになるぞ。俺の体がバラバラになるのが先か、ゲドルリドルがヒーローどもを倒すのが先か。どうせ一度は消された命だ、ヒヒヒヒヒヒヒ。ゲドルリドルよ、ヒーローどもを抹殺するのだ、ヒヒヒ。完全にもうダメっすね、ゲドルリドルじゃなくて名前忘れた。K
ギャハく、ますます強くなってる。なんとかして攻略の糸口を見つけなければ。エネルギーは次々と送られてくる。もはや俺様は無敵だ。グハハ、いや逃げてればゲドリアンが自滅するっしょ。ん？ダブルオーはあることに気づいた。え、なになに、俺何にも気づかないんだけど。尻尾だ。やつは尻尾でエネルギーを受けている。あ、そうなんだ。しかもエネルギーを受け取った直後に 0.1 秒の隙ができるって。よし、タイミングを。なんだ、急に黙りやがって。精神統一か。その間にも俺様はどんどん強くなってるぜ。今だ。ダブルオーは的確に隙をつき、ゲドルディドルの尻尾を切断した。ギャー、うぐぐ、エネルギーの供給が途絶えた。今だ、叩き込め。おのれ、こしゃくな真似を。ギャー、これより普通に戦闘だ。ミッションを開始する。お、ファストアタック取った。よしよしよし、最初取れれば一気に強化ができますからね。フルサイコフレーム、ウルトラマンはまあ攻撃しときましょう。一応ダブルアクションまだ打つ必要はないか。風が効くか光が効くか、まあとりあえず光で。おお、これ敵全体だ。ジョーカーサイクロンキック、バスターソードで攻めて、まあここら辺は同じパターンですね。ダブルアクション打っときましょう。えらい。おお、エネルギーが吸収された。メテオでいくか。よしよし、いでー。あんまり強くないな。なんかめっちゃ強いみたいな、エネルギー供給されてた時は。うわぁ、一発が強い。ただもう半分以上減らしてるからな。ウルトラマンが回復する前に終わっちゃうんじゃないかこれ。うおぉ、これもう撃とう。ヒーローラッシュ、これでもう終わるっしょ。ウルトラマンはまあカップで打つか。その前に終わりそうだけど。くらい、ほら弱い。ゲドルリドルは弱かった。そしてチップもゲット。ギャーン。あっけない。はあ、はあ、ゲドリアン、エネルギーが逆流しておるのか。ひゃー、最終時計は。お前たち、はっ、この声は皇帝陛下。ゲドリアンの忠誠に命じて最終時計は止めた。お前たちにもう一度チャンスを与えよう。クライシス皇帝甘いぞ。たかだか一人死んだくらいで。だがもはやお前たちに残された時間は少ないと知るがよい。はは。ゲドルリドル、手強い相手だった。いや、全然弱かったよ。楽勝でした、むしろ。ん？何か落ちてるぞ。メガライフキット。メガライフキットかよ。ガイアメモリーじゃなかったか。まあ仕方がない、メモリーの捜索を続けよう。ピーピー、太郎から通信だ。アンク、そっちはどうだ。
今ゲドリッドルを倒したところだ。おお、やつを倒したか。で、なんだ、わざわざ連絡をよこしたのは。実はどうもアストラの様子が変なんだ。セブン兄さんをマックステーションに搬送するとアストラのやつすぐ出てったんだ。しかもアタッシュケースを持って。私は胸騒ぎがしてやつを追いかけ問いただした。だが何も答えず、いきなり私を突き飛ばして軍港東の方へ行ってしまったんだ。なんだと？アストラがそんなことを？金に目がくらんだんじゃないか。いずれにせよ、確かめないと真意はわからん。いや、だから欲にまみれたんだよ、アストラは。すまないが、アストラを探してほしい。軍港東にいるはずだ。わかった。マックステーションに聞いてみるか。誰かが何か知ってるかもしれない。アンクは太郎と交信を終えるとマックステーションに連絡を入れた。こちら2号、どうした？アンクはアストラについて尋ねた。確かにアストラはお前たちの助太刀に行くと言って出て行った。太郎からの連絡を受け、すぐにバガミールやバットショットなどで探索を始めている。なるほど、わかった。メモリーは全部奴が持っているんだ。理由はともかく所在がわからないのはまずい。俺たちも奴を捜索しよう。このエリアだと言っていたな。もうアストラ奴とか言われてるし。その頃フートタワーでは。で、そいつは一人でそんなにメモリーを集めたのか。そうらしいわよ。私たちに引き渡したいって連絡してきたわ。どうする？中に入れちゃう？中に。いや、まだフートタワーの中には入れるな。罠かもしれん。どこか適当な場所を指定しろ。アストラの真意とは。また探すの？これもうわからないんだけど。あ、奥行ける、奥に。ちょっとマップを埋めてから。どうしようかな。一回回復をさせましょう。リターンで戻って、キューブの中継後。なんかアイテムあったかな。あ、ハイパージャム上がる。使おう。では行きましょう。よし、この奥ですね。お、また広場がある。広場があるけど何にもなかった。ちょっと、ライダーを一回させるか。ん、どっちだ。こっちでいいや。また扉か。これはなんか戻りそうな予感がするけど大丈夫か。戻ったっていうか近道だ。やった。これはまあなかなか良かったですね。お、強え。そろそろユニコーンガンダムのレベルが上がりそうだけど、ボスにたどり着くのが先か。あ、なんか始まった。みんな。お、太郎、アストラはどうだった？探しながら来たがまだ見つからない。そうか、最新情報によるとアストラらしい人影がフートタワー方面に向かったとのことだ。たく、アストラのやつ何考えてんだ。とにかくフートタワー方面を捜索しよう。フートタワーはここからさらに北の方角だ。ヒーローたちは太郎と合流するとアストラの捜索を続けた。北って言われてもこのまま進めばいいの？ん？もうめっちゃ適当だけど大丈夫？ウェザードーパンとか出てきた。間違えた。
こっち、お、アイテム。なになになに、なんか手に入れたぞ。シルバーシャーク G。 でも技術15しか上がらないからな、ちょっといらないな。ドーパントが多いっすね。なんかすぐこれにしちゃうんだけど。よく間違える。よし、ユニコーンがアップ。あれ、戻ってきちゃった。マジか。ここは多分完全に戻るよな。ってことはこっちはダメでしょ。多分右行くと戻される。ってか右行けねえし。こっちか、ちょっとこっち行ってみましょう。なんか炎に弱そうだな。アイスエッジドーパント見た感じ。お、ここはガタん、誰だ。あ、僕だよ。お前ってやつはまた基地を抜け出したのか。こんな危険な場所をうろうろするんじゃない。メモリー探しは手分けした方がいいと思ってさ。アストラさんだって一人で探してるんだろ。アストラ？アストラに会ったのか。いや、見かけたんだ、この奥の広場で。この奥の広場だな。ああ、そうさ。よし、すぐに行こう。僕も。ダメだ、お前は基地に。いや、戻るのも危険だな。ここに隠れてじっとしていろ。いいな。はーい、行くぞ。てかここまで来れるんだったらさ、別に大丈夫だろう。結構遠いぞ基地からここまで。あー、やばい、うー、しまった。回復とかさせてないけど大丈夫か。遅い、遅すぎる。誰を待っているんだ、アストラ。ん、アストラ。いきなり出てきたレオが。レオ、アストラが心配で思わず来てしまった。話をさせてくれ。なあ、アストラ、どうしたんだ。何か理由があるんだろう。兄さんに教えてくれ。金だよ金、理由は金。兄さん、違うんです、これは。何が違うんだ。だったら後ろに隠したアタッシュケースは何だ。さあアストラ、アタッシュケースを渡せ。さあ。バレちまったもんはしょうがない。何、アストラ。俺はババルー星人だ。バレてないんだけど。全然わかんなかった。アストラだと思ってたよ普通に。まあ怪しいけど。何みたいな。やはりそうだったかって。俺全然わかんなかったよ。ウルトラ少年がザラブ星人の変装を見破った時、貴様は動揺していた。まさかとは思ったが、それ以来貴様を警戒していたのだ。さすが太郎教官っす。俺全然わかんなかったっす。変装は完璧だったはずだが、思わぬところで隙を見せてしまったようだ。いいだろう、俺の負けだ。こいつは返してやる。ババルー星人は持っていたアタッシュケースをヒーローたちに投げ渡した。潔いなこいつ。ババルー星人、一つ聞きたい。貴様エターナルとグルだったのか。俺がエターナルと、はっ、まさか。俺はあんな奴らと組んじゃいねえ。じゃあなぜだ。金が目当てとは思えないが。俺の予想は全く違うね。さっきから金だよ金とか言ってるし。さあな、だが一ついいことを教えてやろう。エターナルは欠片を持っているぜ。何？奴の計画には必要不可欠らしいからな。多分フートタワーのてっぺんにある。エターナルが欠片を。健闘を祈るぜ。じゃあな。え、ババルー星人って何なの。戦わないの。うわ、待つのはあなたたちよ。さあ、メモリーを返してもらおうか。
ネイバーの連中か。返せと言われて返すものか。いっぱい出てきた。これでもか。ごめん。子供を人質にするとは。僕のことはいいかな。無理しなくていい。そういうセリフは大人になってから言え。メモリーは渡す。だからその子を解放しろ。タロウ、アンク、いくらなんでも子供を見殺しには。よし、メモリーと引き換えに解放してやる。だがその前にアタッシュケースの中を見せろ。ヒーローたちはアタッシュケースを開けトリガードーパントに中身を見せた。どうだ、20本ある。我々が回収した全てだ。文句はないだろう。いいだろう。トリガードーパントはアタッシュケースを受け取るとウルトラ少年を解放した。ごめんよ。よくやった。これで俺たちのメモリーと合わせて26本全て揃った。やっと計画を進められる。エターナル。だがエクスピッカーの調整には少々時間が必要だ。その間袖付きから譲り受けた力で楽しませてもらおう。袖付きの力？貴様、袖付きと組んでいるのか？出てこい、シャンブロー。マジか、シャンブローか。高熱源反応、来る。うわぁ。突然シャンブロー出てきたな。シャンブロー、まるで怪獣だ。よし、シャンブロー、存分に暴れろ。どうせフートの連中はみんな死ぬのだからな。なんだって？今回ユニコーンキャラの敵はもうほとんど喋らないっすね。これじゃ一方的じゃないか。引くしかない。このままじゃ持たないぞ。お得意撤退。ヒーローたちは全速でその場を離脱した。大丈夫ですか？ああ、ジェガンか。これ以上先へは行くな。袖付きのシャンブロが暴れている。何があったんです？メモリーをすべてエターナルに奪われてしまった。やつは計画を始動するらしい。なんですって？ジェガン、一つ頼み事がある。このウルトラ少年を基地に保護してくれないか？あ、はい。ジェガンの言うことをよく聞くんだぞ。うん。ジェガン、よろしく頼む。了解しました。我々はとりあえずマックステーションに戻り、至急対策を練ろう。マックステーションに戻ったヒーローたちは2号アクセルと共に今後の対策を話し合った。エターナルが袖付きと組んでしたってのも驚きだが、かけらがフートタワーにあるっていう情報は確かなのか？ババルー星人が言ったことだがな。いや、そもそもなぜババルー星人がそれを知っているのか。わからんな。それにエターナルの計画も怪しい。フートの連中はみんな死ぬって。最初は解放するって言ってなかったか。どの道よからぬ計画には間違いないだろう。絶対に阻止してやる。とにかく一刻も早くフートタワーに踏み込む必要があるな。セブン兄さん、もういいのですか？しばらく右足の自由は効かないが、応急処置で痛みは引いている。で、フートタワーへの道のりだが、これを見てくれ。2号はママミールから送られてきた映像を見せた。おお、ムービーが入った。これはフートタワーへ通じる道にシャンブロが居座っている。反射板のついたビットでビームを拡散しているらしい。まさに無差別攻撃だ。これじゃ虐殺じゃないか。このままじゃフートはめちゃくちゃだ。こうしている暇はないな。フートタワーへ行く道はここしかないのか。いや、道は他にもあるはずだ。俺とアクセルで別ルートも探そう。そうだな、セブン、マックステーションは任せていいか。
問題ない、ビギナギナもいる。ここは私たちに任せて。ビギナギナ頼んだぞ。よく見りゃビギナギナっていつもビームサーベル持ってんのかこいつ。皆さんもお気をつけて。よし、では我々ヒーロー隊は正面突破を目指す。これは2号たちが別ルートを探すための陽動でもある。了解。アクセル、俺たちも行こう。ああ、ヒーローたちと別動隊はそれぞれフートタワーを目指し進行を開始した。ん、何これ、 ATOZ 読めん。ということで、シャンブロが突然出てきましたね。袖付きのモビルアーマーということで、まああんまりストーリーには絡まないっていう感じですけれども、じゃあ次回はフートタワーを目指していきたいと思いますので、今回はこれで終了します。